ようこそ私の世界へ。かつて最大と謳われた欲望の世界、剣聖。僕に分が悪いや。今回ばかりはさすがのジサリスも何もしないで。信じられない。バカなのかあいつは。何者だ。ここをどこだと思っている。デジールに伝えろ、ジサリスが訪ねてきたとな。少しは落ち着きましたか？ええ、ありがとうございます。さまざまな世界に行くのはもう慣れたという感じか？そんな。ラゴス。は。ところで君はなぜこのようなことになったのか理解はしている？いいえ。なるほど。復元には本人の純真な気持ちが必要不可欠。あえて話さないがあの男らしいルールだな。ルール？私の世界は欲望がない。皆献身的に他人やこの世界のために尽くしている。それってそれぞれの夢もないってことですか？賢いな君は。それゆえ危険だ。聞きたまえ。他の世界に介入してその輪を乱すなど君たちがやっていることはルール違反だ。君の世界に危機が訪れていることは知っている。我々には関係ない。ましてや協力できることもない。自らが招いた結果だ。デジール教、おやめください。離せ。私はこの世界を守らねばな。悪く思わないで。それってあんたこそルール違反なんじゃないの？よく言う。いや、君が言える義理か。その子は返してやれ。ジサリスにも何もしないで去るように僕から伝える。
だが結局他の世界をかき乱す君の世界のように。だったらいいだろ。あんたの世界は変わらない。一つの世界を変えてしまえばいずれ他の世界にも影響が出る。それでは意味がない。じゃあ彼女の世界が崩壊することはそれとは違うっていうのか。私の世界が崩壊。教えてあげよう。君が住んでいる世界は君のせいで消滅の危機にさらされている。私のせい。消滅まであとわずかの時間しかない。それを救うには元凶である君が世界を治め直す必要がある。ここまで伝えてもまだ思い出せないみたいだね。なぜ君が元凶なのか。デジル、もうやめてくれ。珍しいな、君が私に頼み事とは。俺たちはここから去る。あんたに迷惑はかけない。だがどこかの世界をかき乱す。それは自分たちの世界を守るためにどこかの世界が犠牲になってもいい。身勝手な。君たちの世界の始末は君たち自身で背負えばいい。やめろ。すまない。ラゴス。なぜだ。どうして。デジル教。あなたは間違ってます。私が間違っている。俺はあんたを尊敬していた。昔は優しく正しかったけど、あんたは欲望にとらわれすぎた。自分の世界を守るために他の世界が犠牲になっていいか。それはあんたのことだろう。弱く無欲な人間の上に立って踏みつけた人間をいいように扱ってるだけだろ、デジール。こんなクソみたいな世界。俺がぶっ潰してやる。Down the dragon. Down the dragon.
と運命か。どうしたの？私はしっかり、何か思い出したの？ここまでだ。代償を払ってもらう。ジサリスグッズ日本で販売開始。概要欄よりチェック。センティカ F8ABA6 ジサリス楽しんでいただけましたでしょうか。井上雅宏です。この度ジサリスのファンクラブサイトがオープンしました。こちらのファンクラブサイトガンディアルでは、未公開の写真や動画、設定資料だったりとか、あとは小説とジサリスの世界がより楽しめるような内容となっております。これからもいろんなコンテンツを随時追加予定ですので、ぜひこちらの QR コードか下の概要欄のリンクからチェックしてみてください。それではまた次回お楽しみ。またね。